こんにちは、翔太です。今回なんですけど、2月の10日の更新情報を見ていこうと思います。今ちょっと管理者さんが入力中なんで、まあ1週間遡って見ていこうと思います。まずは今来ているガチャとかについてです。この辺は違うかな。今剣来てると思うので、花の水引きとか確保したい方は忘れないようにしてください。月落ちですね、のやつも来てます。こちらはですね、480円課金いただくと、原宝200、千年エクセタン5個と、まあ、おすすめ千年エクセタン10個ですね、が毎日もらえるので非常におすすめです。で、諸葛金、UR 戦アバター来てますが、まあ、個人的にはスルーでいいと思います。完璧ですね。このキャラクター、割と私は好きです。はっきり言って結構好きなキャラクターで今日までとなっているんですけど、まあ、欲しい方は少ないかなと思います。実際取られてる方もほとんどいないんじゃないかなと思うんですけど、このキャラクターは持っているだけでですね、割といろんなキャラクターにガンガイであったり、影子と、あと何だったっけ、残影か、の制御を付与できるっていうところがあるので、まあ、取れる方は取ってもいいんじゃないかなと、個人的には思っています。続いて2月7日についてですね。こちらは、最初からいきますね。映画銀月に関しては、切断ケースを着ていると思いますので、課金忘れないようにしてください。小石パックですね。今来ていると思います。これは、なぜか明日までなんですけど、ラッキー割引はいつも。忘れないようにしてください。で、猫の遊ぶ版ですね。今来ています。猫コインパック賞ですね。私もついに600猫コイン手に入れることができたので、やっちゃおうかな。ちょっとやってみようかなというふうに初めて思います。これですね、猫コインパック賞160円で、15個もらえるので忘れないようにしてください。まあ、そんなところかな。森蘭丸来てるんで取るの忘れないようにしてくださいというのと、馬頭経過、雨穴、宗純、太陽来ていると思います。雨穴おすすめです。で、軍令来ているので、デイリーミッションやっている方はですね、無課金の方も戦闘権取るの忘れないようにしてください。ラッキー割引も今来ているような状況になりますので、こちらはですね、まあ、いいアイテムが手に入ったら課金イベントなんで、まあ、課金できる方は課金ください。猫の遊び版ですね。こちらに関しては今、まあ、今回の副賞セレクトが小田と源、のですね、最上、島津、福島って感じなんで、まあ正直、取らんでもいいかなとは思うんですけど、まあ私はですね、ちょっと一回やってみようかなと。セレクトなんで、まあ自分で選べるんで、まあやってみてもいいかなと思ってます。で、甘い恋人で、ダッキ、副皇后、ネネ、朝鮮の UR 戦アバターかな、が一気に来てます。まあ、賞を持ってない方はダッキがおすすめなんですけど、賞を取ったらいいかなと思いますね。で、週のギフトで、コーンギフトと春待ち来ているので、課金忘れてる方は忘れないようにしてください。いいなおとらの UR 戦アバターじゃない、UR 戦が、今、再販で、割引できてますが、スルーでいいと思います。徐行もスルーでいいと思います。呂布はですね、かなり高火力のアタッカーで、呂布を使っていた方は取ってもいいかなと思うんですけど、正直今となってはですね、あんまり強くないじゃないな。このぐらいの火力を持ってなおかつですね、復活何回もするキャラクターとかが増えてしまったので、呂布を1から取る方はですね、取らんでいいかなと思います。で、コキビの花嫁来てますが、するでいいと思いますね、花嫁は。UR 戦の状態は取ってもいいとは思います。ニビア持ってない方は、もう絶対取った方がいいかなって思えるレベルです。で、戦剣部ですね、来てると思うので、やれる方は、まあ、ちびちび始めていきましょう。で、2月10日の更新情報を見ていきます。ちょっとちらっと見えましたけど、私は何も見てないです。まず、映画銀月は、特に何もないですね。椿水パック来ます。決意じゃない、血源か、っていう新しい生後状態が来ていたので、それに関わるですね、MR アバターの、なんだ仲間連携、ですね。連携スキル持ちのキャラクターが来ると思います。一応席ですね。来ますけど、今回は大吉祭りではないので、大吉出た方以外はスルーでいいと思います。週のギフト多いな。ハッピーギフトと超招き椿ですね。これ課金するだけで960円飛ぶからなと思いつつも、まあ課金します。戦略生誕がおすすめです。お見合い販売者、あ、そうか、バレンタインか。濃厚ココア。っていうのはダークチョコ一つと、ダークチョコを開けると、必ず80元宝覚醒炭5個と、下記アイテムの中からランダムで一つ入手。結構いいんじゃないですか。ラッキースター券5、恋文5、炭道石5、絆の水引き1、花の水引き1、招待券1、戦略生誕5、元宝1600、椿水2、MR 結晶1。6回開けるごとに恋文5に固定。外れがない。ちょっとこれ、課金しよう。これはいいな。
1日5回買え、6回かな、1日6回買えそうですね。毎日1000円か、なかなかやな。で、なめらか雪解けですね。っていうのは、多分、これは480円じゃないな。1000円ぐらいしそうだな。で、こちらは原宝500と覚醒炭10個とミルクチョコ1個手に入って、ミルクチョコの中が MR 結晶2、椿翡翠4、真髄炭20、炭造石6、宝石剣300、攻撃生炭100、潜入規制炭35、ラッキースター剣15、花の水引き5、招待券7の中から一つ選べるんで、こっちはこっちで。まあ、選べるので、欲しいアイテムがある方は狙ってもらってもいいと思います。で、ピーナスの詰め合わせが、原宝1500、潜入規制炭50、ピーナッツチョコが、これは、あ、選べるのか。さっきのはランダムですよね。選べるんか。恋文25、炭造石25、MR 結晶6、真髄炭30、椿翡翠15、キザの水引き20、花の水引き20と。で、ほろ酔い甘酒が、原宝3000、潜入規制炭100、ワイン入りチョコ2個。で、このワイン入りチョコの中からは1つ選べて、香り、あ、まあ、少女の出会いの4つのアイテムか、MR 結晶8、UR 結晶100、UR 線結晶20、これも誰が選ぶんやろうな。炭造石30、宝石剣ですね、強化石600、あ、6000。微妙じゃねこれ、微妙じゃねふわふわスイートトーク、ログインボーナスですね、バレンタインの。まあ、原宝とか5時間戦闘券とか、今水引きとかもらえるような感じになっています。で、美婦人の UR 戦か、あれ、あ、じゃあさっき私はまだ見てないのか、このキャラクターを見たような気がしますね。美婦人の UR 戦アバターが、再販されるみたいなので、まあ、基本的にはあまりおすすめではないですけど、欲しい方は取ってください。あ、馬長か。なるほど。馬長の MR アバター。連携スキル持ち。これ武将か？どっちだ？武将の方かな？どっちなんだろう。あのモコモコしたやつが欲しいの。スイートモーメンツ。馬長の望みを叶えるためにあなたの腕の見せ所。はい。本イベントでは、椿翡翠で馬長の絆と交換できます。どっちだろう？弓将か武将か。ちょっとこれじゃわからんすけど、確か、巨弱と盲目だったと思うので、解除できなくなるのが、弓章かな？弓章の方かもしれないです。ちょっと、もし分かったら、教えてほしいんですけど、ちょっと私だとこの画面だけだとよう分からんですね、正直。どっちもあり得るかなと思います。見た目、ほぼほぼ似たような感じでしたもんね、確か。弓章の方かなとは思います。そんなところですね。まあ、明日は、まあ、正直お休みかなと思いますね。血前整合状態は仲間連携で付与できたところで、現状まだ生きるような性能ではないので、まあ、今後に期待かなと思います。今後、巨弱と、盲目で強いキャラクターが来たら、まあ、なくはないかなとは思うんですけど、もう基本、今はないかなと思いますので、やっぱり、利子とかは、燃焼と封印を自分で付与できて、それが付与されてないと、とんでもない耐久性を誇るようなキャラクターであるにもかかわらずですね、自分で解除させなくさせることができるっていうのが強いところですし、あと何かな、決意か、決意聖護に関しても、めちゃめちゃ使われている援護と長老っていうのが解除できなくなるっていうのが強かったので、まあ、あんまり流行らないと思いますね、現状は。まあ、ちょっと今後のキャラクター次第のところはあるかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ、Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。